皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今回ですね、小場翔の中学時代の部活について語ってみようということで、はい、ちょっと思い出話をねしてみようかなというふうに思うんですけれども、はい、あんまりね隠してるわけじゃないんですけど、僕の中学時代の部活あんまり知られてなくて。いや、知らないですね。やっぱ高校時代に弁論部だったみたいなことをめっちゃ言ってるんで、はい、やっぱそこのイメージ強いんですけど、はい、実はね、僕ソフトテニス部だったんですよ。いやー、超意外ですね。超意外ですよね、はい、運動してなそうだよね。まあ一応ねしてたんですよ。はいはいはい、で、いわゆる普通の中学校ってテニス部がないんだよ、確か。はいはいはい、その公式テニスみたいなくて、その軟式テニス、なんていうの、ゴム玉みたいな、はい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 、それをこう打つみたいな。で、ラケットもねちょっと違うんですよ、はいはいはい、公式用と軟式用で、はいはいはい、まあ、そういうものを実はやってまして。なるほど。で、何が言いたいかっていうと、ただ思い出を語りたいんじゃなくて、はい、まあ、これは僕の本当に僕の考えですよ、はい、僕の体験談なんですけど、はい、中学時代の部活めちゃめちゃ時間の無駄だった説っていう。時間の無駄ですか。はい、っていうのが今日のテーマなんですね。なるほど。はい、なんでかというと、ちょ先日ね、オリンピックを見てたんですよ。はいはいはい、はいはい、でオリンピック見てたら、はいはい、まあ、やっぱ皆さんね、アスリートがめちゃめちゃ頑張って、はい、スポーツしてて、で、はいはいはい、なんか僕全然スポーツしてなかったんですけど、なんかこう部活の思い出したんですよ。はい、あ、部活、はいはいはい、で思い出していろいろ考えてたんですけど、はい、あの時間マジで無駄だったなと思って。なるほど。で、どういう部活だったかちょっと今日は話してみて、はいはいはい、皆さんにもちょっとご意見伺おうかなと思います。はい、で、ソフトテニス部に入った理由なんですけれども、はい、僕がですね、中学生になるときに、テニスの王子様っていう漫画が ありましたね。ちょうど始まって、はいはいはい、その流行りだったんですよね、はい、ジャンプの、はいはいはい、そうで、いわゆる公式テニスがないんで軟式テニスというのと、あと僕自身体力、昔は痩せてたというか、別に普通のね体型だったんだけど、はいはい、あんまり体力がなかったんですよ。あ、そうだったんですね。で、僕小学生の時は少年野球やってまして、はいはいはい、できれば野球やりたいなと思ってたんですよ、うんうんうん、ただ野球部練習結構きついんですよ。まあ、そんなイメージありますね。そうなんですよ、はいはいはい、で別にきつい割に強くないんですよ。ああ、わかります。はいはいはい、うちの学校そのものが、まあ、僕は国立のね、はいはい、最大附属中というところに行ったんですけど、はいはい、その部活弱いんですよ、全体的に。あ、なるほど。そうだから、ある意味で言うと、その勉強もやろうねみたいな感じだから、うんうん、そのほどほどみたいな部が多いんだけど、はいはいはい、結構野球とね、あとサッカーかな、結構きついんですよ。まあ、グラウンド何十周とか、なんかそんな話聞きますよね。何十周か分かんないけど、はいはいはい、そう、めっちゃ走ったりとか練習多かったり、はいはいはい、練習の時間も長かったりとかして、はいはいはい、なのでそもそも、あ、野球できないなっていうのがあったんですよ。はいはいはい、そうで、じゃあどこに行こうかってなった時に、まあ、文化部っていう選択肢もあったんだけど、はい、文化部もね、ろくなもんがないんですよ。ろくなもんがない、ろくなもんがない。まず吹奏楽部とかはめっちゃ厳しいのよ、なぜか。あ、なるほど。結構ね、偏差値がまあまあ普通ぐらいの学校にあるあるなんだけど、はいはい、体育会が頑張ってない割に、はい、音楽部とか吹奏楽部が厳しいみたいな。なるほど。吹奏楽部入れません、はいはいはい、ね、楽器も大してできないし、はいはいはい、あとなんか理科部とかコンピューター部とかあるんだけど、はい、まあなんかね、当時別にそういうのがやりたかったわけでもないから入る気にならなくて。確かに。今振り返ればパソコン部に入るのが一番良かったなと思ったんだけど、うん、まあ、確かにそうですね。パソコン室冷房がかかってるから、ね、うん、あ、そういうことね、それだけの意味なんだけど、はいはいはい、そうなんだけど、まあ、そういうのがあって、でテニスの流行りもあって、なんか友達に誘われてテニス部入っちゃったということなんですよ。はいはいはい、で、ね、まあ別に練習はねきつくなかったです。あ、まあ、それもあってテニス部にしてるんで、はいはいはい、きつくなかったんだけど、はいはい、本当にね、こう人生で一番時間を無駄にしたんじゃないかっていうぐらい時間を無駄にしました。人生で一番ですか。で、基本的に、はい、ほぼ毎日練習があるんですけど、はいはいはい、練習何するのかっていうと、はい、まあ、学校終わるじゃないですか、はいはい、そしたらこう体操服みたいなのに着替えて、はいはいはい、で、テニスコートに行くんですけど、はいはいはい、テニスコートはね、確かね3面か4面かあるんですよ、はい、で男子テニス部と女子テニス部がいるんですね、はいはい、で女子テニス部は男子ほど人数が多くないんですよ。なるほど、うん、で男子はその人数が多いので、はいはい、人数が余るんですよね。あ、余ってしまう。そうで、コートを使えるのは先輩だけなんですよ。あ、まあ、なんか先輩特権みたいな、後輩はちょっと球拾いしてろみたいな感じですかね。そうそうそう、はいはいはい、で球拾いですらなくて、ルールですらない。そうですらなくて、はい、そのなんかね、裏にね、はい、なんか壁があって、はいはい、壁にボールを当てて帰ってきたらまた打ってみたいな、壁当て、壁当て、はいはいはい、ずーっとやるんですよ。なるほど。で何も教えてもらえない。はなんかそれは虚しいですね、ちょっと。そうだ、ただただ壁当てをしたり、はい、なんかよくわかんないけど、なんかこうボレーの練習を友達としたり、はいはいはい、自分たちで考えてやるけど、はいはい、でも基本壁当ててるだけですよ。なるほど、うん、何もフォローも教えも何もない。ない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 。あ、で、なんか顧問がなんか美術の先生だったんだけど、はい、たまに大会の前に来るとちょろっと見に来て、はい、やっとるかみたいな、はい、
でなんか一丁目のこと言うんだけど、まあ、基本的に何もやってない、はい、なるほど。そうでなんか中3の先輩がね 2人か3人いたんだけど、はい、なんかまあ部長みたいなちょっと名前は言えないんだけど部長さんがいて S さんという方がいて、はいはい、もうめちゃめちゃ生きてんだよね。生きてる、なんかお前らなんとかじゃみたいな、はいはい、なんでこいつ偉そうなんだろうって思ってたんだけどまあまあでもはいはいみたいな感じで、はいはい、でさ大会とかもさ行くわけじゃん、はいはいはい、でもさ別にね見てるだけなわけよ。ああまあまあなるほど確かに。そうでなんか別にさあの例えば野球とかってさ、はい、その応援団とかがあってさありますね、やるけどないからそういうのも、はいはい、ただただそのテニスコートって網がこうあるわけだけど、はいはいはい、網の外に立ってさ、はい、へーって見てるだけよ、クソつまんないわけわかります、はいはいはい、はい、そうでなんかクソつまんないから途中抜け出してなんかコンビニとか行くとめちゃくちゃキレられるし、はいはいはい、どうなんかぼーっとしてるみたいな感じ。なるほど。そうで2年生になった時に変わったんだよね、はい、あの担当の先生が、はいはいはい、新しく数学の先生がねうちの学年に来たんだけど、その先生があのテニス部の顧問だったんですよ、はいはいはい、テニス部の、はい、でその先生は結構その元々強い学校にいたので、あ、なるほどですね、そうテニスあの普通の公立なんだけど、はい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 、強い学校にいて、はいはい、そこから来ていただいた先生で、はい、なのであの結構テニス部の指導はなんかこう一日の長があるみたいなことだったのよ、うん、で少しそのなんか改善されて、はいはい、だから僕が1年生の時ただの放置ですよ、はいはいはい、だったのが多少コートでも、まあ、2年生になったし打てるようになったり、はいはい、1年生の子にもその先生が指導してあげたりっていうことが少し始まったのね。なるほどなるほど、うん、なんだけど、まあ、でも そんだけなんですよ。うん、だから部活になったら行きます、うん、でコートでラリーみたいなのします、うん、はいはいはい、やります、はいはい、終わり帰りますみたいな。あ、なるほど。基本的にはそんな感じ。なんか目的とか、 なんかこれに向けて頑張るぞみたいなそういうのがなんか、はい、あ、なるほど、なかった。そうですね。そうでなんとなく大会とか練習試合とか組んだけど、で基本的にテニスって大会で行っても、はい、まあその3組とかしか出ないわけですよ、はい、団体戦とかって言っても、はい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 、なのであの基本的にソフトテニスでダブルスが基本なんですけど、はい、6人なのね、はいはいはい、確かにとかあとはそのなんか県大会予選とかもその2組とかしか出さないわけ。あ、そうなんですか。学校が多いからさ、はいはいはい、そんな1つの学校から10人とか出してたらさ、あ、まあまあ、めちゃめちゃ増えちゃうから、はいはい、ってなると、まあ、だから僕がねここ2年生の時はやっぱ3年生の先輩が出るじゃん、うんうんうん、でなんかこうギリギリこう2年生のすごいね同じ学年の上手い子とかが一組こう試合に出られるか出られないかみたいな。うん、なるほど。そう、でもそれも見に行ってさ、はい、待ってるだけそうで練習試合とかしてもさ基本的に中3の先輩が出るからさ、はいはい、見てるだけなわけですよ。なるほど。そうちょっとなんか見てるだけっていうのはなんかこう辛いところあると思いますね。そうでしょ。そう、はい、でなんかその夏休みが終わった後にその先輩が引退するんで、はいはい、じゃあ今度お前らの番だみたいになるわけですよ、うんうんうん、そうするとなんかこう先生もその新しい代は僕らからだから、はい、まあ、ちょっとこうなんか番付けじゃないけどなんかこう1番手2番手みたいなこうなんかランキングとか作ったりとかしてやってたのよ、はいはいはい、やってんのはいいんだけどさ、まあなんつーの、まあね、なんとなくってかなんだよはっきり言うと、うん、なるほど。でそのなんだろうな、ぶっちゃけさ、うん、そのダブルスだからさ、はい、誰と組むかとかでも違うじゃん、まあ、確かにそうです ね、うん、だからその先生が適当にこう組ませてくんだけど、はいはい、その組んだ相手によってもさあるし、うんうんうん、あのだからどうなんだろうなって正直当時思ってたよ。なるほど。そうでやっぱ試合とか出たいじゃん。出たいですね。でもあんま出られないんですよ結局。いやー、それはあれですね、受験勉強に例えなら入試がないんだけどなんかひたすら勉強してるから、そう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 、なんかちょっと意味の、まあ、そう難しい探すのかって感じですね。だからもう全然その、まあ、あんまり楽しくなかったね、はっきり言って、まあ、そうですね、その部活は。うん、だテニス部入って結構僕は後悔した。あ、うん、だ要はさ、例えば野球部だったら、まあ、練習ついていけないかもしれないし、はい、ベンチ入れないかもしれないけど、はい、応援はできるじゃん、確かに、ね、外からとか、うん、その一体感は持てるんだけど、はいはいはい、全然なかったね。あ、なかったですね、そういうのは。なるほど。だチームワークとかもないから、はいはいはい、その個人的な結構、まあ、ダブルスではあるんだけど、はいはい、その2人のチームワークあるけど、はいはいはい、ね、他のもう2人はライバルだからどっちが出るかみたいな。確かに確かに。そうだ、そういう意味で言うとなんか僕はそのソフテニス部はつまんなかったなっていう。しかもあれですもんね、うん、休日とか貴重な休日使って1日は試合なんか長いと思うんで、そうそう、何時間もこう待ってるだけとか。なるほど、なんか理解できました。そうなので、はい、ただあの僕も皆さん知ってる通り僕中1の終わりからサピックスに通い始めたんですよね、はい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 、だからもうずっと部活より塾優先でしたね、はいはい、塾があるんで帰りますって言って帰ってた。はいはいはい、うん、まあ、でもそういうのを容認してくれたのはある意味良かったかもしれないですね。そうだから別に厳しくはないのよ、はいはいはい、そうだからもう死んでも何とかしろとか、うん、なんかもう校庭何十種しろと かそういうのがないのは助けられたし、かそういうのがあったら多分やめてた、はいはいはい、うん、普通に無理だっつってやめてた、うんうん、塾行く体力なくなるっつってやめてたんだけど、はいはいはい、あのまあ、別に体を動かすことができたというのはメリットだけど、だったらもっと楽な部活もあるし、うん、なんかあの僕が
中1の時になんか男子バレーボールかな、はい、バレーボール部があの存続の危機だったのよ。なんかもう部員がなんか 2人しか、 なんか試合ができないみたいな、はい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 、どうにか入ってくれみたいな、はいはいはい、でなんかこう同い年の、ね、子たちが何人か入ってもういきなり最初からレギュラーみたいな、なるほど、やってたのよ。でしかもさめちゃめちゃ和気あいあいとやってるわけよ。あもうだからもう勝てなくていいけど、はい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 、楽しくみんなで怪我しないでやろうよ、はいはいはい、そういうとこ行けばよかったなみたいな。そっちの方が楽しそうですね、試合出れるし、そうしかも和気あいあいとしてるしね、はいはいはい、そうでほらバレーボールって交代していくスポーツだからさ、はいはいはい、そうだから例えば7人とか増えても、うん、なんかこう交代でみんな出られるみたいなさ、これできるじゃん、はいはいはい、だからそういうのがなんか楽しかったなと思って、確かに、うん、っていう、まあ、あの後悔の話でございました、はい、なのであの僕はあのそうですね、部活中学校の時はめちゃめちゃつまんなかったですね、うん、皆さんどうですかね、楽しい部活だからやっぱチームスポーツがいいんじゃないって思う、チームスポーツ、まあそうですね、確かに、だからまあ野球とかサッカーとか、うん、あとさっきのバレーでもいいんだけど、はいはいはい、ある程度チームでやる方が一体感あるし、自分が試合に出なくてもなんかこう応援するみたいなのがあったりすると思うよ、文化が、確かに確かに、なんだけど結構なんかそういうのがない個人的な個人競技だと結構大変なのかなって思ったりするよね、うん、確かにそうですね、うん、しかもその、まあ、教えてもらうこともできなかったし、ああそれは一番痛いですね、そうそう、多少はもちろん教わったけど基本放置だから、はいはいはい、なんか自分で本買って読んだりとかしたけどさ、うん、もう分かんねえし子供だし、はいはいはい、うん、っていうのはありましたね。だから本当にもう中学校2年生ぐらいからは部活から心離れてましたね、はいはいはい、だからなんか辞めるとなんかでもちょっと言われるんだよ先生に、うん、なんで辞めんのとか、うん、ねちねち言われるからそれが嫌で辞めてなかっただけで、うん、まあ、結構途中でサボったりもしたし、うん、今日なんかめんどくさいなと思ったら行かなかったりとかしてたし、まあ、結構中学校の時真面目だったんで、はいはい、かなり出席はしてましたけどね、はいはいはい、うん、だからまあだから当時のことを振り返るとマジで意味なかったなって思いましたね、まあ、その連帯感とかチームとしての一体感っていうのはある意味まあ部員もそうなんですけど先生とかそういうのもなんかサポートして作っていくものだと思うので、なんかそういうふうに小林さんが楽しめなかったっていうことは、うん、ある意味そこの学校のまあ顧問の先生というかそっちの方にも責任があったかもしれないですね。そうですね、いやまあでも先生方もね、はい、大変だからね、まあまあそうですね、部活はそう、はい、だからまあ、あの空気感だけでもね作ってくれればとは思うんだけど、はい、ただやっぱり環境もあると思うよ、はい、やっぱ部員の人数に対してそのコートの数がやっぱ少ない、あ圧倒的に、はいはいはい、だしその国立だからさ、うん、練習時間も長くは取れないし、はいはい、ね、で指導者もさ何人もつけることっていうのはできないし、はいはい、でそのテニスのおじさま人気で下の学年もめちゃめちゃたくさん入ってきちゃって、なるほど、なるほど、そのなんかマンモス部活みたいになっちゃったし、はいはいはい、大して強くないのに、はいはい、っていうのもあって、まあ、先生方も大変だったと思いますよ。なるほどですね、うん、だからまあ 100% 別に先生のせいにする気はないんだけど、ただ感想だけ言うとつまんなかったっていうことですね、はい、なのでぜひ皆さんも、まあ、もしご自身の部活の経験等があればあのコメント欄にコメントいただければと思います、はいはい、ちなみに田村さんは何かやってたの部活とか。僕は中学の時は陸上をやってましたね。あ、そうです、どう、はい、楽しかった。陸上は、まあ、楽しかったです、まあ、うん、まあ、陸上も個人競技だと思いがちなんですけど、そうだね、うん、まあ、その中でも走る人とかその、まあ、飛ぶ人とかいろいろあって、なんか学校の全体としてこの総合得点でなんかこう競うところがあったので、うん、その、まあ、僕が走れなくても例えばそのリレーとかだったり飛ぶ人の記録とかなんかそういうのを全体で応援していくみたいな雰囲気がありましたね。なるほど、はい、そういうのがあるとね面白いかもしれないですよね。そうですね、うん、まあ、なんでそういう感じでやっていきましたけれども、はい、いかがだったでしょうか、はい、まあ、また部活の話興味ある方いたらいないと思うんだけどしたいと思います、はい、最後に1個だけ余談で、はい、実はそのね同じソフトテニス部に僕 の友人の K 君という一緒に改正に行くことになる人がいたんですよ、はいはいはい、あのサピックスに一緒に通っていた K 君、はいはいはい、だ僕はいつも K 君と抜け出してサピックスに行ってましたなるほど、はい、であのもう中3かの大会とかになるともうさこっちも時間ないわけですよ、はいはいはい、入試で、はい、だから大会準備みんな応援しろって言われてたけど、はいはい、こっそり隠れてあのなんかサピックスのテキストやったりとか大会の時してましたね、まあ、で中3の夏ぐらいかな、はいはい、夏前ぐらいに部活終わりましたね、はい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 、という感じです。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。